先生、我々大金整骨院一同は患者さんのためになる動画を上げることを誓います。選手代表水沼由人も辛井京太郎よしよし、ということで、僕たちも運動会シーズンということで先生してみました。はい、すみませんでした今日はお膝が痛くなってしまう人向けにちょっとしたエクササイズがあるので、それを水沼先生と僕で一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は菊池先生が撮ってくれてます。はい、菊池です。お願いします。お願いします。じゃあ早速お願いします。はい、まあ、お膝が痛いといっても、まあ、いろんなケース、場所があると思うんですけど、今日はどこです？膝の特に内側ですかね。内側ですね。内側がこのあたりが痛くなるっていう人が、まあ、結構割合的には多いです最近。はい、なんでかっていうと、まあ、多くの方が特に女性ですね、全員がこうじゃないですけど、なんかこういうような膝がつま先に対して内側に入ったまま歩いてる人とか。ちょっと乾燥してます。乾燥は特に関係ないです。すいません。乾燥した。この状態で歩いたりとか、そうですね、こう内股になってこれでしゃがんだりとか、そういう動作が多い。この状態ね。そうですね。仕事だったりとかがあると。最近寒いですし、そういうので痛みが出るっていう方が非常に多いです。なのでそういう方に向けたエクササイズを今日はやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあそれでは僕はどっち？こっちに座ってもらって、はい、お願いします。まあ、簡単に言うと膝のこういう曲げ伸ばし、レッグエクステンションっていうような種目なんですけど、ポイントとしてはしっかりお膝を伸ばします。で、つま先は天井向きです。で、この時にただ上げるんじゃなくて、ここの太ももに力が入ってるかっていうのを自分で確認してほしいんですね。自分で触りながら、そう、ここの筋肉がないと膝を内に入ってしまう筋肉、押さえる筋肉なんですよね、ここの筋肉というのは。なので内側に入ってしまうっていう方は、ここの筋肉がそもそも使えてないということは、力が入ってるかどうかさえもわからない状態なので、自分で触ってあげることが非常に大事です。はい、で伸ばしてきて、ここが硬くなってれば正解です。はい、だから全然力入ってないなっていうのであれば、膝がしっかり伸びてないとか、そういうような原因があると思うので、そこをしっかり確認しながらやっていきましょう。はい、あとはそうですね、特にこの内側の筋肉が硬くなってればベストです。はい、っていうのを何回ぐらいですかね、最初15回ぐらいを目指してもらえればいいかなと思います。で、15回とかで余裕な人はこういうようなチューブがあれば一番いいです。タオルとかでもいいですかね。一人でやるときはこういう輪っかを作ってあげて、なんかこういう柱があったら一番いいですね。くくりつけられるようなものがあったら一番いいですね。こんな感じで、で、ここの輪っかに足を入れるような感じで、で、本当はここにタオルとか何かあればここが痛くないので、水沼先生はでも丈夫な足をしてます。大丈夫です。だから大丈夫です。いや、情報ばっかり。なんだよこれ。で、ずれちゃうねこれ。よいしょ。タオルがあった方がいいかもしれない。せいちゃん。なるほど。はい、ありがとうございます。ずれないように。ずれないようにちょっとタオルを入れて、こんな感じですかね。はい。これで。やっていきます。ぐーって結構水沼先生の場合は、まあ、元気なんでちょっと強度強めにしちゃったんですけど、で、この時もしっかりつま先は
天井に向けながらしっかり膝を伸ばしきります。ギュッて。でここでちょっと2秒ぐらいキープしてあげるとさらに効果がアップします。わかりました。はい、なのでちょっと10回やっていきましょう。わかりました。はい、ダメなとこあったら言ってください。わかりました。じゃあお願いします。はい、じゃあ10回いきます。せーの、1。ダメっす。え、ダメっす。ダメっすか。低すぎます。あ、低すぎます。はい、ポイントは、ポイントは伸ばしきる、膝がもう、はい、そうです。わかりました。これじゃダメっす。ダメなことあったらまた言ってください。わかりました。はい、10回いきましょう。お願いします。せーの、1。ダメ。え？わかりますか皆さん、ダメですよ。これ何がダメなんでしょう。どこがダメかっていうと、つま先が天井じゃないんですよね。 あっちの方向向いてるんですよ。あ、じゃあこっちなんですよね。そうですよね。こっちなんです。わかりました。はい、じゃあ10回いきます。はい、せーの、1。はい、2。いいですね。はい、3。はい、4。はい、いいですね。倒れが6。はい、7。はい、8。はい、9。はい、10。はい、 OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫でした。ありがとうございます。はい、っていうような感じで、欲を言えば姿勢はグッと胸を張った状態が一番いいですね。そこはでもあんまり気にしなくて大丈夫です。はい、しっかり膝が伸びて、つま先が天井向きになって、かつここに力が入ってればベリーグーです。わかりました。はい、で1人じゃなくてペアがいる場合は、この柱の役を僕がこう例えば引っ張ってずっとやってるっていうようなやり方も、なんでくくりつけるのは一緒です。はい、はい、短くもちょっといい。はい、はい、行きましょう。あ、1。こういう感じで。はい、パートナーが2。いい場合は。はい、3。めちゃめちゃ監視されてる。4。はい、つま先めっちゃ5。はい、あ、姿勢よくしない。6。はい、7。はい、8。はい、9。う、ラスト10。はい、OK です。ありがとうございます。熱くなってますか、太ももが。痛いです。痛いです。はい、っていうぐらい、あの、熱くなるぐらいやってもらえるとちょうどいいかなと思います。全然なんかやっても何もないですだと意味がないので、はい、そんな感じで、感覚としてはそんな感じでやっていただけるのがいいかなと思います。どうした菊さん、どうしたんだい。今俺らがどっか行ったんじゃないのかい。ワープしましたね、今。ワープしました。はい。はい、というような感じで、皆さんも、時間がある方はやってみてください、というような感じで。わかりました。やってみます。やってみてください。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。